ハーラル一世は、ノルウェー最初の統一王とされる人物である。フレデリック・サンディーズが1862年に描いた、ハーラル一世ベストフォールの将王家、ユングリング家の出身。スウェーデン王家の出身であるとも言われている。美髪王とも呼ばれるが、それについては以下のような伝承がある。ハーラルは、ノルウェー西部の一将王の娘に求婚したが、 一国全体の王としか結婚できないと拒絶されたそこで彼はノルウェー全土の征服を決意それを実現するまで髪を切らない誓いを立て放発のハーラルと呼ばれるようになったそしてノルウェー統一がなった後は髪を整え以後 発と呼ばれるようになったという。なお、ハーラル一世のノルウェー統一事業最後の戦いは885年と考えられているが、統一は実際には沿岸部のみで、他の地方は彼と隕石関係を結んだ豪族たちが実効支配していた。ハーラルのノルウェー統一は実際には略奪的なバイキングによらず交易に関与し沿岸航路の安全を図る。 必要のあった皇族たちによる共同の結果とする説も唱えられている。また、ハーラル一世の新衛兵の一部はベルセルクであったという伝承もある。以下の子女がいる。ありがとうございます。